春の北沢川 L 緑道、大沢山頂を目付近。北沢川は、かつての目黒川の支流の一つ。東京都世田谷区内を流れる二級河川であった。現在は、全面的に暗渠化され、下水道に転用されている。目黒川起点。右から北沢川が、左から唐津山川が合流する。本来の現当地は、東京都世田谷区上北沢、東京都立。 松沢病院付近。これに、北方を流れる玉川上水からの分水を引き込んでいた。病院付近から南東に向かい、小田急線共同駅北方で東へ、天流し、豪徳寺駅のすぐ北をかすめ、梅ヶ丘駅の東で線路をくぐる。さらに、東南東へ流下し、関野名通り、茶沢通り、淡島通りを越え、池寺両橋駅西方で枯洲山川と出会い。 目黒川となる。通過する地域は、上北沢、桜上水、赤堤、宮坂、豪徳寺、松原、梅ヶ丘、大田、大沢、池尻、三宿の各地域。左岸にのみいくつかの支流があった。いずれも暗挙となっている。特に名前のついているものは以下の二つ。元来は流量の少ない川だったが、1658年に、 玉川浄水からの分水を認められ、浄水から水源地付近まで導水するようになった。以来、北沢用水として親しまりつつ、一帯の田畑を潤してきた。江戸時代の下北沢村開拓に密接に関係した歴史を持つ。昭和に入る頃から周辺の都市化が始まり、多くの都市化前と同様、水質の悪化が徐々に進行した。 1970年代から1980年代にかけてほぼ全域を暗渠化。現在は下水道として利用されている。平成になると暗渠地上部の緑道化が進められてきた。現在では北沢川暗渠のほとんど全部が緑道として整備されている。1995年、東京都の城南三河川清流復活事業により、 落ち合水再生センターからの高度処理水が、目黒川に通水された。これを受けた世田谷区は都に交渉、水質を劣化させることなく、目黒川へ水を落とすこと、費用はすべて区が負担することなどを条件に処理水の一部の融通を受け、この水を利用して、翌1996年より、目黒川の上流部にあたる北沢、カラス山両河川案居場の緑道に沿って、 人工のセせラせギを造成する作業を進めてきているが、北沢側については、すでに全計画区間の完成を見ており、随所に見られる桜並木とともに、区民の憩いの場として親しまれるようになってきている。セせラギの計画水量は2200立方メートル。東京都との取り決めにより、水質の劣化は許されないため、送られてきた高度処理水を、さらに浄化した上で放流している。 この水は、カラス山川との合流地点以下では引き続き、目黒川緑道を流れ、緑道の終了する池尻大橋地点近傍にて目黒川へと放流されている。水辺には濃い、小魚、カモ類などが見られるほか、中流あたりにはザリガニが多く、子供たちの格好の遊び相手となっている。ありがとうございます。